ノロジー、国鉄、C57 型、蒸気機関車。加藤、2007、1、C57、山口号タイプ、2001年ロット、2024、C57、1字型、2018年発売。加藤、Nゲージ蒸気機関車、C57、です。C57 は、201両製造されています。1字型、C57、1、から、138、2字型、C57、139、から、169、3字型、C57、170、から、189、4字型、C57、190、から、201、今回、確認するモデルは、1字型です。C57 は、貴婦人の愛称が付けられています。二字型以降を貴婦人と呼ぶか、呼ばないか、諸説あるようですが、一般的に四字型はボイラ設計も、変更され重装備にもなっているので、貴婦人とは呼ばれないようです。一字型は、貴婦人です。上が山口号タイプです。発売年が20年近く、違います。1号機は現在も現役で、走っているモデルです。キャブの屋根はロングだし、このモデルには、終焉装置も、ついているし、重油タンクも付けられているしで、他の1字型とは違った感じになっていますが、基本的な部分は同じです。そう考えると、20年で模型は、随分小さくなりました。2018年モデルは、ボイラーも細くなっています。全長も短くなっています。細かなところは、後でそれぞれを見ますが、開放手この辺りや発電機の辺りを、見ると、作り込みの違いがわかります。説明書によると、どちらも最小通過半径は、R249 となっています。C57、1、山口号タイプ、公式側です。ロットの赤とランボードの白線が、目立ちます。フェンダーにも白線が入っています。この頃のモデルはモーターが大きく、キャブに置かれることが普通でした。ボックス動輪は再現されていますが、穴は抜けていません。C57、1字型の公式側です。派手な装飾はありませんが、キャブを専用していた。モーターはボイラー内に移動されています。ボックス動輪の穴も抜けています。ボイラー付近の配管には、実感的な色差しがされています。全体的に小さく、細くなっています。山口号、非公式側です。終焉装置は取り外して、撮影しています。金色の前輪の大きさが、目立つ気がします。一字型に比べると、キャブ下も発電機周りも、随分、すっきりした印象です。一字型、非公式側です。なぜ、左に前が来る側が公式側なのか、知っている人がいたら、教えてください。キャブ下やボイラー周辺の、配管類は、細かく再現されています。車輪は黒になったので、悪目立ちしない感じです。実は私は、蒸気機関車の、ある部分、が、好きです。でも、過去の蒸気機関車では再現されないことも、多くありました。ある部分は、この写真に写っています。こんなところを気にしている人は少ないでしょう。きっと。ある部分は、ここです。ピストン尻棒とか、尻棒案内とか、シリンダー尻棒とか、いろいろな呼ばれ方を、しています。小型の蒸気機関車以外は、大抵ついています。1号機山口号タイプです。ピストン尻棒のあたりは、ほとんど再現されていません。ここをリアルに再現すると、コーナーで前輪が干渉する可能性が高くなってきます。この表現になるのは仕方のないことでしょう。一字型です。動輪も綺麗だし、クロスメンバーもリアルだし、前輪もいい感じですが、ピストン尻棒の表現が何と言っても嬉しいです。1号機、山口号タイプです。開放テコも握り棒も再現されています。前輪の幅が目立つのが残念な感じです。ボイラーのあたりは、頑張っていると思います。一字型です。デフの薄さがいいです。派手な表現は、ないですが、汚
きちんと作られています。ナンバーつけると、顔が引き締まると思います。1号機、山口号タイプです。テンダーはシンプルです。客車を繋いでいると、この方向から見ることも、あまりないので、こんなものかと思います。1字型です。テンダーも手を抜かずに作られています。こちらも、ナンバーがつくと雰囲気が変わると、思います。カプラーも、交換します。これも、1字型です。非公式側は、閉まらない写真になるモデルもありますが、このモデルは、非公式側も、いい感じです。C57、と、C56 は、非公式側から見る方が、好きな私です。1字型に付属しているナンバーは、33、46、95、97です。33、日立製作所。46、川崎車両。95、日立製作所。97、日立製作所。46と95は生体保存機みたいです。福島県と長崎県。発電機付近や安全弁のあたりの立体感がいいです。別パーツの配管類が太いと、やぼったくなりますが、うまく作っていますね。2019年12月頃に発売された1号機も欲しくなります。キャブ下もかっこいいです。屋根はロングなものを見慣れているので、もう少し長い方がかっこいいかも。上が1字型です。下が1号機山口号タイプです。1号機は約140分の1ぐらいの大きさだったと思います。模型の表記は山口号ではなく山口号です。1字型の走行動画です。走行も、つつがなくこなしてくれます。最後まで、ご覧いただき、ありがとうございます。